大体このねストーリーの中には私もいましたから、まあ俺も本当に一読者でいたかった。ここに呼ばないでほしい。本当に巻き込むなって。だからこんなに興味を持ってもらうネタがいいも悪いもあるって凄まじい。Ladies and gentlemen, welcome to North Village.ちなみにこの中でこう匠さんの中でいやこれ大変だったとかっていうのなんか一個ピックアップしてもらうとしたら、どれも大変だよ。どれも大変だけど、まあ、実際蓋開けると内容薄いものもあるんですよ。お、例えば、うん、例えばいやなんかね言いたくないんだよな。まあ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 、まあ、一番ライトなものだとあの先輩ミュージシャン S の楽屋に殴り込みとかは結構可愛いというか、なんかファニーな物語ではありますよね。確かに確かに。まあ文字がでかいやつは結構パンチありますね。そうですね。ここでこう、まあ本出すにせよ、ここの場で口頭で言うのもなんかちょっとためらうぐらいで、ね。まあ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 、そうですね。まあこれは見ていただいてって感じですかね。そうですね。いろいろありましたね。俺結構匠さんとちょうど飯食ってる時とかに、はい、匠さんが急にそれまで楽しく飯食べてたのに。うん、うわーってなって急に深刻な顔になってどうしようどうしようってやってる現場とかも目の当たりにしていて、まあ大体このねストーリーの中には私もいましたから、いるものもあったり全く分かんないものもありますけど、まあ大体ね、まあなんかちょっとせっかくいろいろ大変なものはありましたね。一個ピックアップして匠さんもちょっとリスクを負ってもらって。いや何を言ってるか分かんないからさ、俺が言っちゃったことがまた違かったらさ問題でしょう。まあその辺は P 入れるんで。いやーなんでしょうね。まあじゃあこの辺とか行ってみます。それは大変ですよ。どうでも大変だわ。あこれね里親事件の真相、うん、まあこれもね本当に、まあ、あの捉え方だと思うんですよ、うんうん、愛犬家大激怒のやつって、うんうん、やっぱりそのまあ兄さんの、飼ってた、はい、ワンちゃんをすごいお世話になってた人の、うんうん、まあその、まあ、師匠って呼んでた、我々が師匠って呼んでた方の、うんまあ、家族がすごい可愛がった犬が、亡くなってしまって、うんまあ、すごい奥さんが傷ついてたと、うんうん、でまあなんか癒すためにそのワンちゃんをプレゼントしようみたいな感じで、うんまあ、ただタイミングはちょっとずれて、うんうん、渡すのがちょっとだけ後になっちゃったんですよね、うんうん、で、まあ、その渡しに行ったのを、まあ、YouTube にして、まあ、その YouTube だったんで、まあ、これも、まあ、編集上良くなかったなとは思うんですけど、若干そのドラマチックになっちゃったっていうのもありつつ、うんうんうんまあ、そこも、ちょっと悪いとこだったなっていう、まあ、YouTube 番組みたいにしちゃったっていうのもあり、まあ、それで、まあ、愛犬家の方から、まあ、その飼ってたワンちゃんをあげるのはもうおかしいというので、まあ、でもその愛犬家の人の気持ち、僕もあの犬を飼ってないの分かんなかったんですけど、うんうんまあ、その気持ちも分かる、うんうん、けど、まあ、そのなんて言うんだろう、ゼロの状態で、まあ、その飼ったばっかり生まれたばっかりの子を渡すんじゃなくて、うんまあ、ちょっとその時間がタイムラグがあったっていうのでもう決まってたんですけど、うん、話は、うん、で、まあ、ずれちゃってそれで、まあ、いろいろ、うんうんうんまあ、でまあ相手方の事情とかね、そういったものもあった、ね、もうそのなんていうんですかね、やっぱり愛護団体さんとかもいっぱい出てきちゃったんで、うんまあ、これってもう両方の主張があっても、うん、やっぱりこれ主張は主張だから、うんうんうん、なんかまとまることはなかったんですよ、うんうん、結局、うんうんうん、だそれでまあそこまで、まあ、お互いの主張がありつつも、うん、本当はねその方が、うんまあ、喜んでくれた、その方もまあコメントを出してくれて、うんうんそうじゃないっていう話で、で私たちはもう本当に幸せですっていうのを言ってくれたんですけど、うんうんまあ、そこはあんまりピックアップされなかったので、うんうん、なるほどね、うんまあ、ただそのねその YouTube チームがあったんですけど束ねてた、うんまあ、そこの演出もちょっと
良くなかったなっていうところもあったんですよ、もちろん反省点もありつつ。じゃあ言ってしまえば週刊誌にも何も取り立たされてないのに匠さんが世にそのネタを売り込んだみたいなところもまあ、うん、そうだねって違うでしょやめなさいよこっちに来んのこっちにそうで、ご飯を食べてる時に匠さんがうわーってなってるのが、だからちょうどガクさんがこう17ライブですよね。そうそう、17ライブだったりやられてる時の聞いてる時に、まあそうですね、いろいろありましたね、ありましたね。まあまあ、まあ、兄さんもねはっきり言うんで、そうね、何も恐れない、ね、考えがすごいしっかりしてる人なんで、うん、やっぱり考えがしっかりしてる分やっぱアンチも生まれるわけですよ、うんうんうん、絶対違うっていう派閥も生まれるわけ で、うんうん、で影響力が大きいんで、やっぱりそれが人数の分母が大きいわけですよ、うん、そうですよね。だから結構な声だったり結構な騒動になっちゃうわけですよ、どうしても、うん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 、僕らが言ってもね、そんなにあの少人数からそれやめた方がいいよとか言われるかもしだけかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱり影響力がある人はものすごい塊になってくるんで、うんうん、しかもなんか団体さんとかが出てきちゃったりするんで、うんうん、まあそこはね、そうですよね。僕なんかあの時のガクさんが17ライブで唯一その言ってたメッセージ、はいはいはい、まあまあそういう団体の方々が、はい、いやペットは家族なんだから、はいはい、と言うがと、はい、本当かと、ペットは家族のようなでは分かるが、うん、ペットは家族なんだから、じゃあ家族はペットなんですか、あなたのお母さん、うん、お父さんはペットなんですか、 A イコール B っていうことは B イコール A だよね、うん、っていうようなことを七夜のライブで言われてる時にこう匠さんがうわーってなってるのを見た時にあー、ガクさんの事務所なんか大変なんだなってまあまあ一夜ライブはやっぱりあの兄さんの気持ちを言う場所だったんで、うん、まあ、止めることできないじゃないですか、うん、とはいえ事務所としてはあんまり突っ込みたくない部分もあったりとか、うん、まあ、あったりやっぱりその、まあ、愛犬家って言ってもレベルがいっぱいあって、うん、例えばそのじゃあペットショップに売ってる、ペットを、うん、その売ってる自体がおかしいじゃないか、うんうん、その買うっていう行為がおかしいじゃないかっていうのもあれば、うんうん、それすら許せない愛犬家の方もやっぱりいっぱいいるわけですよ、はいはい、うん、レベルっていっぱいあるじゃないですか。そうですよね、うん、だやっぱり究極の方になると全てがダメなわけですよ、うんうんうん、もう生き物だから、うんうん、もうあげるのも NG、うんうん、だから人間でも里子とかあるけどもうそのそれすら NG っていう人たちもいっぱいいるわけで、うんうん、まあ、その極論の方たちもいるし間の方もいるし、うんうんうん、まあ、そこは本当にいろんな意見があるん で、まあそうですね、考え方がね、うん、そちょっとねそこはね非常に何が正しいっていうね難しい問題そうですよ、ね、の部分はありますね、うんうん、でもなんか今回の新刊で気をつけたのはそのどっちに寄り添うでもなく、うん、まあ、その真相を言って真相とその第三者の、はい、が出す客観的な証言であったりとか、はいはいはい、証拠とかをそのまま出していて、うん、で物によっては、うん、こうガクチさんが不利になるんじゃないのっていうようなものも、うん、まあ、それこそ丸出しにしちゃってるんですよ。下手に隠そうとしても読者は分かると思うん で、まあ、そうですね、こうでもちろんその事務所としては、うん、もうおそらくその大、まあ、大騒ぎというかもうこれどうするんだみたいなところもあるんですけど、うん、最終的にそのじゃあ、うん、まあ、全部出そうっていうふうに決断してくださって、うん、まあ、今回その9月4日のね、なんか発売が決まって俺も見るのこれドキドキするよね。いや俺はなんか今ね、まあ、ギタリストだったり、うん、そのプロデューサー業だったりとか関わることあるんですけどマネージメントはまあ離れちゃってるわけですよ、うんうんうん、マネージメント本体の部分は、うん、だから見るのがものすごい怖い。いやそうだよね怖いけど、うん、なんかねやっぱりいい方向に行ってくれることも期待するしちゃんと分かっていただけることも期待するし、うんうん、まあやっぱりでもね極端な部分さっき言ったような、うん、極端な部分があるからやっぱり意見割れちゃうとこは、まあそうですね、多々ある、うん、でもね本の中でも最終的にそのガクトは黒なのか白なのか、うん、それを判断するのは、まあ、陪審員はこれを読んでくれたあなたですっていうふうに言い切ってるんですよ、まあですね、だから、なるほどね、別に黒だというわけでもなく白だというわけでもなく、うん、どうすんだよ全員が黒だったらだからもうここは一層のこともこうガクト、まあ、断罪総選挙みたいな感じしても面白いかなと思うぐらいこう読んでくれた方々にもうそこは委ねるっていう形で、そうだからなんかさ普段はさ、はい、普段はなんかいい人とか いろいろ言ってるでしょ、うん、あの普段から
まあ、俺からすると兄さんがいい人か魔王かっていうと魔王サイドの方が多いわけよいい人ではないわけよ魔王なわけよやっぱりなんか性格も、はいはい、ね、うん、まあ、あの油断したら全部食われるわけじゃないですか。そうですね、ダークグレーの黒よりみたいなね。そういうあの方なんで、 そう、はい、でそこにちょっとパープルも入ってたりとかね。でもなんか今回はまあアンチの方々お待たせしましたっていう気持ちもありながら、はいはいはい、こうファンの方々にもぜひ読んでみてもらいたいんですよね、うん、っていうのがそのもちろんその表に出てるきらびやかな部分、ガクさんの部分っていうものもそうだけど、うん、その僕はこの真実をもろもろ知ってほしいと心から思うというか、ファンの方々にも、なるほどね、アンチの方にももちろん読んでもらいたいと思うけど、うん、ファンの人もぜひ実際の真相を知ってほしいなって心から思いますね。ここまでなんか包み隠さず、うん、なんかこう思われようというための発言でも文章でもなく、うん、こうそのまんまで書いてくれてるんで。なるほどね。まあ俺も本当に一読者でいたかったもうここに呼ばないでほしい本当に巻き込むなって入稿直前で少しでも巻き込まないで本当にだってなんかほらちょっとアイドルとかそういう綺麗な方向にねなんかこう行こうとするからちゃんとこっちにちょっと引き戻しとかないとと思って本当に巻き込まないでくださいまあでもねそんな感じでその前代未聞の問題作だと思うんですけど、はいはいはい、本当にこうコンテンツとして本当面白いんですよ。え、そんなこともう言いたくてしょうがないもん。だから俺もその一読者でいたかったわけよ。本当に面白いんだろうなみたいな。まだ原稿見せてないもんね。うん、なんかどっちかっていうとなんかこっちの制作サイドに引き込まないでほしいんですけど。お前も知ってんだろみたいな。それはもうちょっとね準レギュラーとして引き込んどかないとという思ってるんですけど。いやいや。っていうね。なるほどですね。はい。あ、ちょっと一個だけいいですか。はい。うちのアイドルのライブが8月29日にありまして、ほう、ちょっとチケット買ってもらおうかなと思って、ほう持ってきたんですけど、どこでやるんですか？ちょっと買ってもらっていいですか？渋谷の WWX、 8月29日、まあ、渋谷なんでなんとなく調べれば、これ8月の29日です。ちょっとこれわかりました。ぜひ買っていただいて。なんか枚数多くね。あ、10枚。スタッフいっぱいいるんで、もうちょっとまあ10枚だけ買っていただいて。しかも一般席じゃないです。ほう、ミート&グリート付きの VIP 席何ミート&グリート席？終わってからメンバーと写真撮れる。あ、俺ねあれっすよ、俺知らずに GACKT さんのライブ、はい、なんかどうせ同席だったらいい席で見たいなと思って、うん、はいはい、でなんかいちいちそのいたわ、ご本人にチケットをくださいとか用意してくださいっていうのもあれだし、うんうん、はい、まあさ、なんかこっそり行こうと思って行って買ったんですよ、はいはい、でそしたらなんかうちらの席は、はい、終わった後に履けるんじゃなくてこちらにお並びくださいとか言われて、はいはい、何だろうと 出口が違うのかなとかってずっと並ばされたらめっちゃ並ばされるんですよ、はいはいはい、で1時間ぐらい並ばされて俺一人ですよ、はい、一人でなんでこんなにライブ終わったのに、うんうん、こんな並ばされるのなんやなんやとか言って、で少しずつなんか移動させられるんですよ、うん、で行ったら途中で匠さんたちがちらっと見えて、うんうん、匠さんたちが指差して笑ってるんですよ。え、どういうことだと思ったらそのまま、なぜかGACKTさんライブの終わった後集合写真集合写真に混ざってんのよファンの間に何してんのと思って写真撮るのここでみたいな、それも大勢ね、なんか普通にさ楽屋来れんのにみんなに混ざってこうやって止まってさ何だか分かんないんだけど立ってんのよ。もうなんか30人なんか50人なんかと並んでこうなんか修学旅行の写真、なんかクラスの全体写真みたいな感じで並ばされて写真撮って、でも陽平さんみたいな人時々いるんだよすごい仲いい人なのに混じっちゃってる。これは私とじゃないですから、メンバーとなんで、メンバーと若い子たちと、はい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 、VIP 席、VIP 席、はい、しかもまあ、ちゃんと10枚ありますので、ああ、ありがとうございます、12万円になります。12万円これね、何かね、まあ、良くないことに巻き込まれるんだなと思ったんで、それからしたら安いかな。ぜひスタッフの方と、ありがとうございます。じゃあこれスタッフと行く、まあ僕友達少ないんで、はい、
4枚は僕らもらって、はいはい、残り視聴者プレゼント、あ、視聴者プレゼントですか、いいですか、あの私がプロデュースしたかっこいいんで8月29日、はい、スタンディング VIP1 万円 VIP しかもあのリハーサルも30分ぐらい見れるんでそうね、リハーサル見ないといけない、私がこうやって頑張ってる私にも会えるっていう、で場所が渋谷 WWX、来れる人いたら、でこのチケットの半券の部分にうちらニコちゃんマークとかなんか書いとくんで、私たちサインしておきますから、でそれを匠さんに見せたら匠さんからなんかサービスがあるっていう、おなんか動画の視聴者プレゼントとかも、いやいやいいじゃないですか、ね、ありがとうございます、お買い上げ、ジェバジェバラじゃねえかじゃあちょっとお花代わりにして、お花、あ、すみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ということで、はい、ね、でもちょっと楽しみですね、本当にこの、まあこのなんか命を削って作ったものと、うん、全員命削ってますからね、いや本事務所も命削って陽平さんも命削って、はい、まあ皆さんもね命削り、はい、一番ご本人もすごい、今回の本は僕にとってもすごいいろんな大きい挑戦だった、いやでもこの芸能界においても、うん、なかなかこんなに踏み込む、いや過去ないと思います、ないんじゃないですか、前代未聞の本当問題作っていう、もうその言葉の通りっていう感じなんで、はい、まあ、せっかくだからいろんな人に読んでいただいて、うん、いろんなまあ論争じゃないですけど、うん、まあ、そのね、まあ、いろんなジャッジメントがあると思うんですけど、うん、まあ、判断をね、うん、いろんな人にしていただきたいですよね、うん、そうですね、はい、でもあのアンチの方もファンの方も本当に、うん、目から鱗というか、うん、そうなんだとかこんなこともあったんだっていう、うん、映画とかそういったものを超えるドラマがそこにはあるっていう、いや、ね、もう学さん周りに起きることってマジで漫画なのよいつも、いや本当そう、こんなことリアルで起きんのみたいなことしか起きないから、うん、そうそうそう、まあ、まさしくね本当にそんな感じだと思いますよ、そう、証言を集めていく中で、うん、全然スキャンダルとか関係ないところで、うん、ガッツさんそんなことあったんだっていう、いや本当に俺も聞いてびっくりすることとか、まあ、実際自分の身の周りにも起こったりとか身にも起こったりとか、うん、よくありましたよ、いやそうですよね、はい、本当ガッツさんって命が何個あったから今生きてるんだろうっていうぐらいね、本当、うん、毎回命がけみたいな、いや本当本当そうですね、生き方をして、まあ、そういう人が今のそういう芸能界にもいるっていう、うん、いやね、やっぱりあのアイドル事業とかこのゼロイチのことをゼロの子たちをこうやって育てるのやってると、うん、いかに大変かっていうのが、あ、今ね、やっぱ違います、もっとわかる、なるほど、やっぱ違いってその例えば、まあ、それまでのプロデュース業という形では学さんのプロデュースされてたわけじゃないですか、うんうんうん、で今はそのアイドルの、まあ、いわゆる新規のプロデュースをするって、はいはい、どう違うんですか、あ、まあ、あの違いはいっぱいあるんですけど、うん、でもその人について言うと、うん、やっぱり普通に可愛いとか普通にいい子とか、うん、まあ、普通がついちゃいそうな、うん、結構可愛いねとか、うん、やっぱりそういうのってやっぱり日常の中にいるから、うん、そんなに興味を持たないんですよ、うんうん、やっぱりガクさんみたいにぶっ飛んでないと自分と違う人格とか人物に対してやっぱり人は興味を示すわけですよ、でもそれってナチュラルでやっぱりそういう人っているわけじゃないですか、うんうんうん、まあ陽平さんもね人とやっぱり違うなって俺も思うから興味を持ったりとか、うんうんうん、やっぱぶっ飛んだ人ってやっぱり興味を持つ、でもそれってやろうと思ってもできないとか、うん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 、でそういう人たちにさらに才能がついてると、うんうん、やっぱり人がウォーってなったり、うんうん、感動したりと か、うんうん、だからそこってなかなかすごい難しい、うんうん、天性のものもあるし、うんうん、でも努力で手に入れる人もいるんだけど、うん、でもそ努力で手に入れる人はやっぱりものすごい努力して、うん、まあ、例えばダンスが死ぬほど上手いとか、うんうん、やっぱりあのサプライズを届けれないといけないっていうのを、うんうんうん、ガクさんって結構何個も持ってる、はい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 、で近くにいてもすげえなこの人ってやっぱ思うものがいっぱいある、だからそれはね、プライベートもそうなんだみたいな、ね、うん、やっぱりカリスマティックな人ってでもやっぱり人と違うから、うんうん、発言とかそういうのにも、うんうん、やっぱりニッチな時もあるし、うんうん、こういう論争を起こしたりとか、はい、炎上したりとか、うんうん、そういうこともやっぱり人と違うんで、うんうんうん、だけど人と一緒のことを求めてもいけないなっていうのを、うん、まあ、近くにいてすごい分かっ、うーん、だけど逆にその普通
あのアイドルの子たちにそれを求めても普通ないわけですよ、うんうん、そうね、だからそこの難しさとか、まあ、でゼロから育てていくみたいな、そうでプロデュースだとそういうのもいろいろ考えていかなくちゃいけないんですけど、うんうん、なかなかそこってすごい難しい、うんうん、どうやって興味を持ってもらうかとか、うんうん、だからこんなに興味を持ってもらうネタがいいも悪いもあるってすさまじい、あなるほどね、なるほどね、ビジネス書とかも何冊も発言がもう人を興味を駆り立てるわけじゃないですか、うん、確かに確かに、まあでも本にする人ってみんな変わってるじゃないですか、そうですね、やっぱり結構言っちゃってる、ね、方々が、ね、はいはい、やっぱりねそういう人たちの本をやっぱり読みたい、うんうん、普通の人が書いてる本別に読みたくないじゃないですか、まあ確かに確かにね、うんうん、かそれをねすごい最近ね感じてる、うん、またそのゼロから1をプロデュースするのと1000を2000とか1万にするのまたプロデュースの方法も違うんですか、またね全然違う、全然違う、うんうん、どっちが楽しいんですか、いや楽しさはねやっぱりゼロ一の方がなんかねこれ一生クリアできないんじゃないかっていうロールプレイングゲームやってるみたい な, な、ね、これクリアできんのみたいな、うんうんうん、それをずっとやってる感じ、うん、なるほどね、なるほどね、まあ、そんな感じで我々ね、はい、42、3歳になってこう本当ですよ人生の大きな勝負をしてるわけですけどね、はいはいはい、まあ、今年はなんかちょっといろいろやっていきたいですね、ね、なんかいろんな話あるじゃないですか、まあここでイエスって言っちゃうと怖いんでね、うんうん、なんか時々ね、こうやって巻き込まれることもあるんだ ね、そうね、まあなんかちょっと今後とも引き続きよろしくお願いします、どうもということで現場からは以上です、ではありがとうございました、ありがとうございます、最後にエビ味もう一回吸っていいよ、もう甲斐さんの味そんなからさよならさよなら、勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた、我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ世界の驚嘆に値するガクトの真実である、全ての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた、我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースビレッジ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.